僕はそのまあダメなやつです。顔も頭も悪いし、性格も暗いし、友達少ないし、正直中学に入れば何か変わるかなとか期待してたところもありました。でもね、地元の公立中学に住めば周りの半数は同じ小学校出身の連中なわけで、立場なんて変わりませんよね、やっぱり。いや、まあそんなの分かってました。でもね、こんな僕にも好きな人ができたんです。同じクラスの川野舞さん。可愛くて頭が良くて明るくて友達も多いです。正直クラスの男子の半数が彼女に好意を持ってます。クラスの女子にもバカにされてる僕に分け隔てなく接してくれます。素敵な人なんです。でもね、僕なんかじゃ当然彼女に釣り合うわけありません。わかりますよ、さすがに。僕みたいな男に好きになられても彼女も迷惑だってことぐらい。そうですよ、気持ち悪いですよ、どうせ。こんなネクラな僕に、その好きとか言われても。でも好きになっちゃったんですよ。しょうがないじゃないですか。あ、すいません、ちょっと興奮しちゃって。でですね、現実じゃ告白なんて無理なんで、その夢の中だけでもと思いまして。暗闇様って知ってます？そうです、おまじない。好きな子が出てくる夢が見られるってやつです。はい、ネットでやり方覚えて。大変だったのは川野さんの髪の毛を手に入れるところくらいですかね。僕の髪の毛と彼女の髪の毛を結んで、糸の代わりに針に通して黒い髪を刺し貫いて、そのまま枕に突き刺して、暗闇様、暗闇様、満たしてください、満たしてください、捧げます、捧げます、暗闇様、暗闇様、満たして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 、捧げます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 、暗闇様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 。気づくと僕は真っ白な部屋の中にいました。壁も床も天井も一面真っ白です。それほど広くはありません。目の前にドアがありました。そこだけ白い部屋の中で浮いています。木製のドアです。気になってドアを開けてみました。ドアの向こうも真っ白な部屋でした。壁も床も天井も一面真っ白です。その部屋に
女の子が一人立っていました。僕に背を向けています。でもすぐに分かりました。川野舞さんです。彼女は僕の方を振り返りもせず、ただ黙って前を向いています。彼女の視線の先、部屋の壁にはドアがありました。木製のドアです。閉じたドアのその四方から黒いもやもやしたものがあふれてきていました。それはガスのように霧のように、ドアと壁の見えないほどの隙間からゆらゆらもやもやとあふれてきているのです。彼女は背後の僕に気づけないほど、その黒いもやもやに心を奪われていました。彼女はそれを恐れていました。とても恐ろしいのに、いえ、とても恐ろしいから足がすくんでその場から動けないでいるのです。彼女の足がガクガクと震えています。僕は彼女の部屋に入り、急いで彼女の手を引きました。そして驚く彼女を無理やり引きずり、僕のいた部屋へ連れてきました。慌ててドアを閉めます。彼女は状況が分からず呆然としていました。でも落ち着くにつれ、僕が彼女をあのモヤモヤから助け出したのだと理解したようでした。彼女は僕に感謝しました。ありがとうと、本当に怖かったのと、僕の手を取って自分の手で包んで頬を寄せて、そんなことを口にします。僕は全く嬉しくなって、それでも少し格好をつけて、大丈夫だよとか言いました。僕は誇らしくなりました。好きな女の子に頼られ認められることがこれほどの快感なのだということを生まれて初めて知りました。満足感と恍惚感で僕の視界は真っ白に染まっていきました。気づくと自分の部屋のベッドの中にいました。頭を乗せていた枕には昨夜のおまじないの針が刺さったままになっていました。いい夢を見られました。おまじないの効果でしょうか。これで今日一日憂鬱な学校生活にも耐えられる気がします。登校し教室に入ると、皆が僕のことをちらりと見て、またそれぞれの友人との会話に戻ります。教室ではいつもこんな感じです。用もないのに僕に話しかけてくるやつなんていません。僕は自分の席に着くと川野さんの席を見ました。彼女はまだ来ていないようです。毎日早めに登校する彼女にしては珍しいなと思いました。結局ホームルームが始まっても彼女は来ませんでした。先生が今日は川野さんは病欠ですと皆に伝えました。学校で彼女の顔を見られないのは残念でしたが、夜になればまた彼女が出てくる夢を見られるのだからいいかと思い直しました。
どうせ現実では顔は見れても話しかけることなどできないのですから。夜になり、僕は昨夜と同じように枕に針を刺したまま、おまじないの言葉を唱えながら目をつぶりました。暗闇様、暗闇様、満たしてください、満たしてください。捧げます、捧げます。暗闇様、暗闇様、目を開けると真っ白な部屋の中にいました。壁も床も天井も一面真っ白な、壁に木製のドアだけがあるあの部屋です。ドアの前には川野さんがいました。目を泣き晴らしています。聞けば突然僕の姿が消えたのだというのです。そして長い時間、彼女は一人でこの白い部屋にいたというのです。木製のドアの向こうには黒いモヤモヤがあふれてきているはずで、怖くて覗けなかったというのです。これは夢だという認識がありました。そして昨日の夢の続きのようになっていることに不思議な感じを覚えました。しかしその疑問も、寂しかった、怖かったと僕の手を握る彼女の姿にすぐにどうでもよくなってしまいました。僕は彼女といろいろな話をしました。趣味の話、ペットの話、部活の話、テレビの話。それまでの寂しさを紛らわすように彼女はよくしゃべりました。僕もどうせ夢だという認識から気負いなく普段よりも元気に話すことができました。僕が勝手に見ている夢ではあるのですが、どんどん彼女のことを理解していくことができているような気がして、とても満足でした。彼女も僕のことを、話してみるととても面白い人ねと言ってくれました。満足感と恍惚感で僕の視界は真っ白に染まっていきました。翌日も彼女は学校を休みました。その翌日も翌々日も。聞けば彼女は病気で入院をしているというのです。噂ではずっと目を覚まさないのだというのです。それで僕は分かりました。彼女の中身は今僕の夢の中に閉じ込められているのだと。あのおまじないは好きな子の夢を見るというものではなく、夢と夢とをつなげるものだったのだと。それに気づいて僕は興奮しました。状況だけ見れば僕は彼女を監禁しているようなものです。現実でそんなことをすれば犯罪ですが、夢の中のことなので罪にも問われません。彼女はただ病気で目が覚めないだけ。おまじないのせいだなんて誰も気がつきません。僕は夢の中の彼女にあえておまじないのことは伏せていました。そして現実の彼女がどういう状況であるのかも。
夢の中の彼女は一人、あの白い部屋の中にいます。僕以外に話し相手はいません。僕が目覚めている間は、彼女は完全に一人ぼっちです。彼女の僕に対する依存度はどんどん上がっていきました。今ではすっかり僕に頼りきりになっていました。夢の中で僕は彼女を手に入れたのです。そんな状況が一月ほど続いたある日のこと、夢の中に異変が起きました。真っ白な部屋の一つだけある木製の扉から、あの黒いモヤモヤが溢れてきたのです。おそらく最初の夜に彼女の部屋の扉から漏れ出していたそれは、今や隣の部屋を覆い尽くし、こちらまで押し寄せてきたのでしょう。彼女はその黒いモヤモヤをとても恐れていました。そして僕に寄り添い助けを求めました。しかし僕にはどうしてよいかわかりません。僕の部屋にはそのドア一つしかないのですから、どこかに逃げることも隠れることもできません。僕は焦りました。あれは、あの黒いモヤモヤは、おそらく暗闇様です。彼女があれほど恐れるものです。何かとても良くないものなのはわかります。あれがこの部屋に入ってきたら、この部屋を満たしてしまったら、僕らは一体どうなってしまうのでしょう。焦る僕の耳に声が聞こえてきました。低い低いつぶやくような声です。声はドアの向こうから聞こえます。川の舞、川の舞、川の舞、川の舞。その声は彼女を呼んでいました。僕の隣で震える彼女のことを。暗闇様は彼女を求めているのでしょうか。暗闇様に捕まったら一体どうなってしまうのでしょうか。彼女と一緒にいる僕はどうなってしまうのでしょうか。僕らは一体どうすればいいのでしょうか。彼女が僕の手を強く握ります。僕はそんな彼女の手を握り返し、その手を引いてドアの前まで歩いていきます。確かめたいことがあると言って、震える彼女を無理やり引きずっていきました。ドアの前まで来ると、扉の向こうに暗闇様の存在感をより強く感じました。僕は思い切ってドアを開けました。ドアの向こうは闇一色でした。そしてもや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 とこちらの部屋に闇があふれてきます。彼女の名前を呼びながら、彼女は僕の顔を見ました。僕は彼女にニコリと微笑みかけ、その体を無理やり隣の部屋に押し込みました。彼女は驚いた顔をし、悲鳴を上げ、それから抵抗しようとしましたが、
あっという間に闇が彼女の手足と体に巻きつき、闇の本体に彼女を引きずり込みました。彼女の体が見えなくなった瞬間、悲鳴は聞こえなくなりました。僕はドアを閉めました。二度と開けたくないと思いました。目が覚めると、僕はひどく寝汗をかいていました。最悪の気分です。枕に刺さっていた針はすぐにゴミ箱に捨てました。僕は彼女を暗闇様に捧げてしまいました。あれだけ僕のことを信じて頼ってくれた彼女を裏切って、僕のしたことを他の人間は誰も知ることはできません。あれは夢の中の出来事なのですから、罪に問われることもありません。夢の中の出来事なのですから。ただ彼女がどうなってしまったかが気がかりでした。重い気分のまま遅刻すれすれの時間に学校に着きました。教室のドアを開けると、一つの机に人だかりができていました。みんなが集まっているその席は川野舞さんの席でした。肩を震わせ泣いている女子もいます。彼女はもう学校に来ていました。クラスメートたちは彼女の周りに集まり、笑いながら彼女に話しかけています。観劇屋の女子が彼女の退院を喜んで嬉し泣きをしていました。誰かが彼女の体を気遣うと、もう平気と笑って彼女は答えました。すっかり以前の彼女でした。ホームルームが始まり、先生が彼女の復帰を喜ぶと、教室はわっと賑やかになりました。そんな中、僕だけは自分の席でじっと下を向いていました。彼女は夢の中のことを覚えているのでしょうか。覚えているとしたら、僕のしたことを恨んでいるでしょうか。暗闇様に包まれた彼女はその後どうなったのでしょうか。疑問と不安が頭をぐるぐると巡りました。でも不意にこんな考えも湧きました。現に彼女は目覚めてこうして学校に来られているのです。あの行動は結果としては良かったのです。それにたとえ彼女が夢の中のことを覚えていたとしても、僕が同じ夢を見ていたと認めなければ、それは彼女一人が勝手に見た悪夢ということにならないでしょうか。その夢にたまたま僕が悪役で出てきただけということになるのではないでしょうか。そう思うと少し心が軽くなりました。そうです、平気なのです。所詮は夢の中のことなのですから。僕は顔を上げて窓際の席に座る彼女の方を眺めました。眩しい日差しが彼女の綺麗な顔を照らしています。彼女の方もちょうど僕の方を向いたようです。目が合いました。その目は真っ黒でした。
白目の部分も含めて全部真っ黒。ニコリと開いたその口の中も真っ黒。真っ暗。暗闇様。ああ、そうか。僕はやはり許されないことをしたのです。